いやー、ココちゃんと一緒にこれからパンを食べます。ココちゃん楽しみだね。ちょっとさ、シュウさん見て。え、あわわ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 、待って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 、パンが、あれ、ちょっと待って、パンが誰かに食べられてるんですけども。さっきね、小さい小人みたいなのが食べてたよ。え、本当にココちゃん。皆さん、今現在ですね、ココちゃんとご飯を食べてたんですけども、なんか小さいおじさんみたいな、これは何ですかね、本当に謎の生き物に勝手に食べられてしまったんですよ。マジで本当に存在しましたよ、小さいおじさんが。どうも、シュンズ TV です。今日はですね、こちらのメンバーでディズニーオフィシャルホテルグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに来ました。楽しむよ。おいおい、海が綺麗じゃないか。ケビタ、そうだね、とってもいい部屋ね。海に住む謎の生き物の演技の練習をしよう。そしてこちらのメンバーで来た理由は、今現在質問コーナーで大活躍中のキャビットとララルーはもちろん、ミスタープリックルパンツは演技の練習の修行がしたいということで一緒に来ました。早速、朝起きたばっかりなので、私とココちゃんは朝ごはんを食べに行きたいと思います。よし、ココちゃん行こうね。行こう。ああ、ココちゃん、足の匂いを嗅がせないで。よろしくお願いします。ココちゃんと一緒に朝食会場まで来ましたよ。もうね、私たち家族がもう大好きな大好きなこちらのグランド日光ホテルの朝食ビュッフェでございます。早速入り口から入っていきましょうね。ココちゃん、ちょっとさ、僕が一番乗りだ。ちょっとココちゃん、走って怪我したりしないようにね。まったく、もう。ちなみにこちらのビュッフェはお子様コーナーから和食コーナー、洋食コーナー、いろいろなコーナーがあって、もう何十種類何百種類っていう中からもうね、好きなものが食べれるって最高ですよね。よし、ココちゃん、いっぱい食べよっか。いただきます。どう、おいしい？おいしい。おいしいからさ、シュウ様早く食べなよ。こちらが私が今日運んできたメニューでございます。いや、ちょっとね、最近ね、本当に栄養をすごく考えてまして、これ豚肉だらけでございます。豚肉の生姜焼きと、そして冷しゃぶのこの豚肉のやつですね。豚肉は疲労回復とか美肌効果もあるといろいろ言われていますので、もう栄養として取っております。あとはね、もうこの大好きな大好きなグランド日光ホテルのハンバーガーでございますよ。目の前で作ってくれてとっても美味しいんですよ。このハンバーガーから先食べようかな。じゃあココちゃん、ちょっと待って、シュンさん、なんか小人さんがすぐそこにいるよ。あわわわわわ、ちょっと待って、ハンバーガーが、私のハンバーガーがなんか欠けてる。ちょっと誰かに食べられたってこと？こんな一瞬で、マジで？ちょっと待って、誰もいないじゃないですか。誰も、どこだどこに誰かがいるんですか？いや、マジで周りに誰もいませんよ。なんでかじられてんの？一体どういうこと？めちゃくちゃ不思議なんですけど。だから言ってんじゃん、目の前に今小人さんがいたって。小人さん、なんかね、小さいおじさんかよくわかんないけど、とりあえずちっちゃいのが食べてたよ。マジかよ、こんなことって本当にあるんですね。ココちゃん、本当に小人が私のハンバーガー食べたの？そうだよ、目の前で見てた。きっとお腹空いてたんじゃないかな。そうだ、この後シュンさんラウンジ行こうよ、ラウンジ。はい、ココちゃんと一緒にラウンジに来ました。じゃあココちゃん、ラウンジで乾杯。ラウンジでもこうやってパンとか飲み物がもう食べ放題飲み放題で最高なんですよ。ココちゃんはオレンジジュースを楽しんでます。ちょっとさ、シュンさんさ、パンが。え、パン？え？あ、ばばばばば、ちょっと待って、ちょっと待って、またかじられてる。一体どういうこと？私たちの周りになんか小人さんがいっぱいいるってこと？だからこうやって食べられちゃった。ココちゃん、今見てた？見てたよ、なんかちっちゃい生き物がパクパクって食べて、またどっか行っちゃったんだ。マジかよ、どこだ、小人さん、まったく私たちの後つけてきて。よろしくお願いします。いやー、ココちゃんと朝ごはんを食べて、そしてその後ラウンジに行って帰ってきましたけども、聞いてくださいよ、キャビットとララルーとミスタープリックルパンツ、謎の小さい生き物が現れて勝手にハンバーガーとかパンを食べられたんだよ。神秘に満ちた小人かもしれない。ココちゃん、その小人の
もう少し詳しい特徴を教えてくれないか。特徴ってかさ、あの正直言ってミスタープリックルパンツみたいになんかちっちゃい動物だったよ。そうか、じゃあ私は仲良くなれそうだ。おいおい、あそこに何かいないか。キャビット、そうだね、何かが動いたわ。キャビットです。本当だ、なんか勝手に扉が開きましたけども、ちょっと映したいと思います。待ってください、あそこの扉勝手になんか開いてるの分かりますか。やばい、どんどん開いていますけども、一体どういうこと、誰もいないのに勝手に開く扉だなんて。ちょっとさ、怖いよ、しゅんさん、見に行ってよ。ココちゃん、ここにいてね。ちょっとさ、気をつけてね。気をつけますよ。一体この子たちは何者なんですか。あ、ちょっと待ってくださいよ。確かに中に何かいますけども、ちょっと怖いから閉めますよ。もうそうやって出てこないでください。また勝手に出てきた。この子たちがきっと足で押してるんですよ。いやー、ちょっと待って、君たちなんで私たちの後をずっと追っかけてくるの。もしかして勝手にパンとかを食べたのは君たちかな。あー、そうだ、同じ小動物でございますから、ミスタープリックルパンツ、教えてください。この子たちは一体何者なんですか。あー、この子たちはすみっこ暮らしの仲間だ。すみっこ暮らし？シロクマとペンギンとトカゲという名前だそうだ。そうなんだ。君たちがなんで私のハンバーガーとかを。どうやらとっても美味しそうで食べたくなっちゃったみたいよ。そうだな、お腹が空いているみたいだぞ。ママ。いやあ、こんにちは。何をしているのかね？私がいいことを教えてやろう。すみっこ暮らしの世界から突然食べ物が消えたのだ。本来すみっこで暮らしたいお前たちも食べ物がなかったら探し回るだろう。ちなみに私はどこに食べ物があるのか全部ありかを知っているぞ。私の指示通りに動けば食べ物のありかを教えてやるんだが、どうかね？ローゾ、マジかよ。すみっこ暮らしの仲間たちの食べ物のありかはどこなんですか。教えてあげてくださいよ、かわいそうに。だからお腹が空きすぎてすみっこではなく堂々と私たちのパンとかを食べに来たんですね。皆さん、引き続きこのすみっこ暮らしたちの食べ物を探してあげたいと思います。お腹ペコペコでかわいそうですからね。そしてみんなでこの後もグランド日光ホテル楽しみましょう。楽しむことは健康にも、そして空腹にも絶対いいですからね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイみんな。僕もなんかお腹空いてきたな。よし、指食べちゃおう。指。ああ、ココちゃん、指は食べちゃダメだよ。何を言ってんだ、プリクルパンツさ。食べていいんだ、食べて。おいおい、この子たち可愛いじゃねえか。キャビット、そうだね。この子たちと一緒に質問コーナーやりましょう。キャビットとララルーに質問です。論破王のひろゆきを知ってますか？俺はその人を知らないが、論破王というのはすごいじゃないか。キャビット、そうだね。とってもお話が上手なのよね。キャビットとララルーに質問だよ。姫ちゃんと王くんを見たことある？まるでお姫様と王子様みたいな響きだな。その通りね。キャビット、今日も謎かけやっちゃって。整いました。お姫様とかけまして、論破された時と解く。その心は？どちらも同様でしょう。キャビット、面白いね。笑いが止まらないわ。キャビットです。これを見てるみんな、チャンネル登録をしてほしい。そうすれば私たちも笑顔になるのよね。そして高評価を押せば、この隅っこの仲間たちもみんな笑顔になるぞ。毎日笑顔でいるのはとても大切よね。また明日会おうぜ。キャビットです。またねー。